なお話がございますので、お聞きしていただきたいと思います。こんにちは、聞こえますか、このドラ声が。皆様こんにちは、田中真紀子でございます。11年ぶりに永田町の土を踏みました。まあなんか空気が相変わらずよどんでいるし、きな臭いし、なんか暗い感じがするなというのが第一印象でした。でこんな立派な、私初当選の時にはですね、あの古い議員会館だったんですけど、こんな立派なね議員会館ができて、まあ、人間がなんか小粒に見習ってるのに、住人が、関係者がおられるから、呆れた顔しておられるけど、あの議員にふさわしくないほど立派な議員会館ができてるなというふうな印象も持ちました。で、上田先生が今おっしゃってくださいましたけれども、私はあの安倍内閣ができた頃からですね、これはちょっと日本は危ない方向に行くかもしれないし、国際情勢も大変厳しくなってくるということの見通しもついていましたので、あのこれ政治改革、かなり具体的にやらなきゃいけないんじゃないかなとずっと思っていました。で、その勉強会もいたしましたが、その前にですね、あの父が書きました、これ51年前に出版いたしました、日本列島改造論、これの復刻版を出すことにいたしました。なぜかと申しますと、あの刊行してくださった日刊工業新聞の湯水社長さんがですね、これ出しましょう、出しましょう、世間から要求がありますよ、かなり希望がありますというお話があったんですが、もう今更田中角栄でもなかろうと私は思ってたんですけども、この過去10年間ぐらいの政治を見てまして、与党とか野党とかって政党の話じゃないんですね。日本の政治、国民の政治に対する意識、投票率の低さ、それから世界がこれだけ複雑に動いていて、その中で日本は立ちすくんでるというかですね、はぐらかしばかり言ってるんですよね、はっきり言うと。これは大変なことになると思いまして、こちらからお願いをいたしまして、日本列島改造論、51年前の本を復刻いたしました、この春。おとといでしたか、あの販売担当者の方に聞きましたれば、当時は92万部か何かでベストセラーだったんですね。当時は大変な政治家の本として売り上げであった。今現在はですよ、これだけ時間が経っているのに、1ヶ月に全国の書店から平均400部の注文が来ていると。間違いなく初版からいくとミリオンセラー、100万部になるという話を聞きました。それどういうことかと言いますと、政治にみんなが飢えているということです、国民が。投票率が低いというよりかも政治に期待できない。それは困るんですよ。私は本当に政治っていうものはすごいもんだと思って育ってきているんです。今もそう思っています。政治は一番チャレンジングでやりがいのある仕事だと思っています。現実を夢に非常に近づけられるのは政治なんですよ。夢を実現することもできるんですよ。これが政治でしょう。こんな素晴らしい職業ないと私は信じています。であるにもかかわらず、どこの議員がどうだとか何とかどうとか、そんなこと言う気はないんですけれど、とにかく意識がみんな下がってきて、で友達も、あるいは何かの対談とか、プロの方にお会いするときも、みんな聞くと、もう政治はダメだって、期待できない。なぜかというと、国会議員は面白くないと、へなちょこばっかりだみたいなことを平気で言うわけですよ。本来国会議員というのは尊敬されてですね、みんなから憧れるような存在じゃなきゃいけない。政治家を志す人たちが、いろんなルールも変わってきていますけれど、やっぱり夢がないんでしょうね。天下国家に対する境地がないと言いますかね、そういう人たちが筆記で議員になっているということで、私はおかしいと思ってますし、その安倍さん以降、彼も含めてですけど、安倍さん同期だから私、仲良しだったんですけれど、客観的に見てですね、やっぱりもう、あの人としてなんかこう、すべて終わってしまったというか、賞味期限が切れたと言いますかね、そういう人たちが総理になり、閣僚になり、議員になってるんですよ。活力が充実していて、やる気満々で、どんな批判があってもいい、自分の夢は実現したいっていうような人たちが、ポストについていないということなんです。まあ、言ってみれば、この間も
最近、まあ、今日のが一番ピークですね。官房長官が大変なお金をなんか取ったとかなんとかって、もう毎回毎回そんな記事で、今日は偶然ちょうどいいタイミングというか、世間が盛り上がっている時に偶然なったんですけど、ずっと私1年間ずっと見てきていて、なんか政治家、特にこの間1ヶ月間に3人も副大臣がクビになりました。消耗品じゃないですか。使い捨てですか、国会議員は。副大臣ですよ。役人とも先週、昨日も外務省の役人たちとご飯食べました。その前は鍵長、文部省の役人とご飯食べました。この後もまた若手と食べます。みんな、なんであなた方そんな優秀なのに役人になったのかと聞くと、僕は役人にもなる前に学者にもなれたし、研究者にもなれた。研究者にならずに役人になった理由は、僕の国家に対する思い、能力、それを全て反映してほしい、国民に還元したい、だから僕はなったんです。どの役所の人も言うんですよ。今どうって言って、ところで今の大臣、文部大臣であると誰だっけって言うんですよ。外務大臣が、今度女か男、また女だよね、あ、女かなんて言ってるんですよ。失礼な話じゃないですか。現職の役人たちですよ。ついこの間まで事務次官や局長をやっていた人がそういうこと言うんですよ。それで役人が仕事しますか。やっぱり熱がなきゃダメなんです。熱がなければ。でそういう人を集めるためにはどうすればいいかという勉強会を、ここの中田淳には来なかったですから、国会図書館の中の議員閲覧室で、主人や上田先生や野原先生もそうですし、他の知識人たちとずっと勉強会をしてきました。今日ご都合が悪くて来られない方もおられますけれども、とにかく国会が閉まらないうちに我々の声を上げたいと思っています。これは別に私たち、売名でやろうなんて気もありませんし、新党を作って頑張ろうとかですね、そういう愚かな考えも持っておりませんけれども、一番言いたいことはですね、今の国会議員たち、この人たちはいくらもらってるか知ってますか。皆さん、お給料ネットで今朝もまた確認しました。衆議院議員がですね、何人いるんでしたっけ、ご存知ですか。衆議院が465、参議院が248人、合計713人います。歳費は129万4千円もらってます。月々、月ですよ。他に私の頃は文通費20万だったんです。40万になって議員辞めました。今100万円もらってます。調査研究費、何の調査やってるんですか。それだけの大金をですね、お給料と、それからその調査研究費で230万円もらってるんです。プラスいいですか、役職手当ってのもらってるんですよ。役職手当、私が大臣の時には3回大臣いたしました。委員長も2回いたしました。大臣の時は当時30万円もらいました。今もっとじゃないでしょうかね。それから外遊に行く時、これ以上あまり具体的に言うと、週刊誌が堀田さんどこ行っちゃった、堀田さんが喜ぶといけないから、あまり今会いたい会いたい言って あれですけどね。いやダメですよ、週刊誌なんかもうね、全然売れ行きがこんなんですよ。あなたが悪いのよ、いい写真撮らないから。あとでしゃべろう、あとで一杯飲もう。とにかく人気の政治家がいないからね。そう、そうだ、そう、発信力がないから、命がけの人がいないからです。本当にね、私、これを見ていて、これだけのお金をもらって、そして、ボンクレ、小売代、持ち代っていうのは自民党の時ですよ、幹事長からもらいましたよ。それから大臣で外遊するときにも、官邸機密費からと思いますけど、100万ずつ白い封筒でいただきまして、私、返しました。そしたら村山総理が、沼行の総理が、牧師、あんた、金が欲しがらない人だねって言ってました。欲しがらんじゃなくて、私は公費で大臣としてファーストクラスで勉強させてもらいに国際会議に行くのに、なんでそんなものもらわなきゃいけないの。お土産代だって言ってましたよ。誰のお土産ですか。で、私私費でチョコレートボックスをある方にあげたら、ある総理経験者です、今になるとね、当時総理じゃなかったけど、私の議席まで本会議で来られて、マクちゃんチョコレートありがとう、はい、どういたしますって言ったら、さっさばがぎっしり入ってると思って、なんであれって言ったんですよ。これ自民党に全部私日記に書いてあります。それから小売代持ち代の時にね、幹事長が議員を呼んで、今もやってるでしょ、自民党どうですか、自民党の議員さん、あんまいませんか、さっき言ったな、自民党ちゃんとくれるんです。で幹事長で名前を呼ばれていく、田中真紀子君入っていくと封筒ポンと言って、真紀ちゃんこれあんた金足りないだろうから俺がもらっとくよなんて言うんですよ。はって私言ったんですけど、だからさっき言った文通費だとか歳費の他に国会議員ってお金いっぱいもらってるんです。問題は出の問題でしょ。先日のテレビを見てましたら、評論家が
政治には金がかかるんですよって言ってましたから、バカお前みたいな評論家やってるからたかりじゃないかと私思って見てましたけど、おかしいですよ。なんでお金がかかるか言いましょうか。党から言ったらね、やっぱり野党対策、国債使ってるんですよ。現金かどうか見てないか知らないけどやってます。派閥、各派閥、自民党で言えばね、野党もそうかもしれない、知りません。その間でもってやってる。それから飲食を共に食器してますね、国会が終わると。これからもやるんじゃないですか、先生方。多分そうでしょ。それにお金がかかってるんですよ。それは党が使うお金。個人のうちは議員はどうか。個人は地元の県会議員、これらがたかりなんですよ。市会議員、市長だとか知事とか、それらがもうお金くれお金くれお金くれですよ。もう地方のね、地方議員が減らしたりですよ。国会議員の定数削減も申しますが、地方議員は何やってるんですか。あのお金いっぱいもらって、それらがじゃなかったら選挙落とすぞって言われるんですから。うちの父が病気になっていた時に、ちゃんとある新潟県知事、今現職の議員が名前出して逆に吊るし上げられちゃったある県会議員います、新潟県の。その方なんか父が病気だというのに、県議たちを連れて目白に来て、奥さん金くれってうちの母に言ったんです。親父は出したから。私はそれ見てて、私は出してびっくりしましたよ。ここまでたかってんのか地方議員は。これ地方の人にやっぱり言ってほしいですよ。一般の人は知らないんでしょうね。それでうちの母は、主人は倒れておりますのでお引き取りくださいって言いましたよ。やっぱり明治の女性しっかりしてますよ。鼻の位置にも持ってこないで病院のところに来てお見舞いだって来てですね、金を出すなんてありますか。そんななんですよ、日本人の低たらくは。そして親父は金を出したり面倒見てくれたり就職の世話してくれたのに、直樹と真紀子はやらないから落としてやるぞってその県会議員から言われたんですよ。で現職の文部大臣だったからしょっちゅう選挙区に帰って助けかけて運動して新幹線に取り替えてまた大臣室に行って仕事してたんですけど、やっぱり僅差で落とされましたよ。相手の自民党の小選挙区じゃなかったですからね。そっちにお金まくんですよ。あいつらは言うこと聞かないからあの夫婦落とせと、ちゃんと落っことされました。有権者がそういう地方ボスだと言うことを聞いてるからですよ。そういう地方ボスが国会議員になったり、それから大変申し訳ないけど今日おられるでしょうけど、秘書さんね、秘書係の議員さん、岸田君、石田早くもみんなそうだけど、今日来てる方の中にいないかな。秘書係の議員来なくなっちゃった、さっき今日行くって言ってたけど、後で来るかもしれませんけど、そういう人が秘書さんやってると、なんか悪いこといっぱい覚えるんですよね。お金集めの仕方とかね、脅しの仕方とかね。私は友達とか早稲田の友達とかゼミの友達に秘書をやってもらいました。子供たちの友達のお母様とかにやってもらいました。プロに比べますよ、田中の議員の落選した人、死んだ人の秘書が、お嬢さん私がやりますから、ノーサンキュー。そんなのが来ると汚れちゃう。ところがそれがしっかりお金を取ったりするんです。今官邸にも盤踞しているんじゃないですか。総理が変わってもいるんじゃないですか。ずっと官邸機密費の使い方、外務省報酬費の使い方、これ税金なんですよ。一般国民はそんな楽な生活していませんから、こんな使い方をしててね、なんで改革をしないのかという思いが非常に私は強いんです。で、皆様発言をなさると思うので、私の結論だけを簡単に申しますとですね、要するに議員定数を減らすということもいろいろ言われてますし、それからその議員の金属ですね、通年国会にした方がいいとかですね、 毎年やる、一年中やるとかいろいろあると思います。それからあとはペーパーテストをやればいいとか、世襲議員を辞めさせればいい。世襲が政治資金まで引き継いでやるからいけないんですよ、無税で。世襲で出たかったらですね、うちは息子は出ませんからよかったんですけど、希望してませんから能力もないし、みんな親も子供も有権者も出ろ出ろ出ろって言うんですよ。うちは息子のところにも各党の党首が来て仕事やってるのに仕事にならなかったって言いましたね。僕が出たかったら北海道のどこでも出るよって言ってましたよ。だってみんな息子を出したんでしょ、一生懸命外に連れてったりしていろいろとやってるんですから、買い物させたりしてね。それだったらね、一回休むとか、親が北海道だったら沖縄から出るとか東京から出るとかね、そうやってやったらどうですか。政治資金が引き継がれちゃダメ。世襲でもいい議員もいます。世襲じゃないからみんないいとは言いません。要するに最初に言ったように本人の能力、やる気で、一点だけ私がどうしてもこれはやりたいと思っていることがあります。それは
選挙のたびに地方も都知事選挙も区議会議員も全部立ち会い演説会をやること、うちの父が一番言ってたのはあれでお父さん鍛えられたってしょっちゅう言ってました。私子供の頃から聞いてます。候補者が全部出るんです。2週間選挙期間があるとね、その地域の講演か何かに候補者が全部並ぶんです。3日に1回有権者がみんな来て集まってね、へえこれがそうなんだって見てね、質問するんです。あなた財政再建するにはどこからどうやってやりますかとか、それから COP28 では環境問題こう言っていただくと、環境問題と経済成長企業どうやってやるんですか、戦費これだけ使ってるのに、戦費使っていて、そして環境問題とバランス考えたら環境問題やる方が安上がりで済むかもしれないのにどう思いますかとかね、あるいは同性婚結婚どう思いますか、いろいろ聞くんですよ。そ候補者は答えなきゃいけません。わからないとかね言ってる人はダメですよ。そういう有権者がね見極めるチャンスをね、立ち会い演説会で絶対やるべき。父が一番言ってたのはもうとにかくしつこいやつがいて、やじってやじってしょうがないから、あんたやじまにしない、しなじらないで私の言うこと聞きなさいって言うと、相手がボン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 政策を聞いてきて、それムキになったお父さん答えたんだよ。そしたら相手が最後によしわかった賀来さん頑張れって言って去っていったので、いやーやったなと思ってました。それで候補者も鍛えられるんですよ。民主主義は言論ですから、言葉でもってどれだけ分かりやすく命がけで喋るかなんですよ。喋らないで何ですか、この最近のなんか、あのなんかいろんな変なこと、答弁を差し控えさせていただきます。差し控えるっていうのはやましいから答えられないってことでしょ。そういうやりじゃないですか。国民さんがバカじゃないですよ。差し控えちゃいけないの。じゃあ国会議員になるのを差し控えた方がいいですよ。いくらも候補者がいるんだから、なりたい人は。そういうね、すっとぼけた言葉の使い方をしちゃダメ。いつでも言ったらね、もう即議員辞めてもらいます。おかしいですよ。ですから、皆様からこれから主人は主人の立場であると思いますし、坊原先生はまた法律家としての立場からいろいろおっしゃってくださると思いますが、私はやっぱり政治っていうものはすごいと思うし、政治が世界を変えるし、平和にもできるし、陛下がおっしゃっているように、国民の日本の繁栄と国民の安寧と世界の平和、これなんですよ。みんなやりましょう、それを。それをやっぱり皆さんに発信したいと思って、今日こういう会合をいたしました。以上です。ありがとうございました。続きまして、田中直先生。どうぞ、そのお写真ください。はい。どうぞ。よっこらしょ。皆さんこんにちは、田中直樹です。家内とは相変わらずつかず離れず一緒にやっております。よろしくお願いいたします。政治改革の一員としてですね、の会の一員として今日は出席をいたしました。来年は私にとっても橋地という年に当たります。まあ、これから皆さん方に橋渡しをしていこうというような気持ちで皆さん方にお会いできることを大変嬉しく思っております。この政治改革の話は郷原先生中心になって進めてまいりました。まあ、上田先生とは NPO とのお付き合いでございます。第一に企業団体献金の問題でありますけれども、立てて、もともと政党助成金を作ったときに廃止をするというのが皆さん方の国会議員の認識であったわけでありますけれども、残念ながら企業団体献金がですね、完全に廃止されてない、まあ、そういう状況になっております。先般河野洋平当時の自民党の総裁、あるいはその他の先生方がインタビューに答えておりましたけれども、いやもう廃止になっているんじゃないのと言ったら、いや廃止になってますよと言ったら、いやおかしいな、みんなで話をして政党助成金があればそういう現金はもらわなくて済むんだよと、まあ、そういうことだったと伺いました。で今岸田内閣企業の賃上げに努力してもらおうと、こういうことでスローガンにしてますが、
企業にとって大変負担になっているというのが企業献金と思っております。私も新潟のバスの会社を引き継いでおりますけれども、やはり賃上げをしていくというような中であって、やはり企業献金というものは妨げになるというふうな感じをしておりますから、まあ、ぜひ廃止をして、そして臨んでもらいたいと思っておるわけでありますし、またまあ、今日は防衛省当時の課長さんもちょっと来られているということで、ございますが、防衛費もですね、増額43兆円、まあ、去年の12月の16日に閣議決定したということでありますが、1年間なおさらになっています。私は大変重要な問題であろうかと思いますし、国会議員の皆さん方にですね、ぜひ数年国会に通られ提案がありました。これをですね、徹底的に国会で議論をしていただきたいと思っております。43兆円で兵器を買う、そして技術のですね、共同研究をやる、そしてまた輸出もすると、まあ、こういう姿になってきているわけでありますけれども、それを支えておるのはやっぱり我が国においては自衛隊、そして関係者、防衛省でありますし、そしてそれを後ろ盾としているのは国民でありますから、国民の皆さん方が本当に納得をして、税金で、賄っていこうと、余剰金があるといっても、これは財政再建のために私は余剰金は使っていくべきだと思います。防衛費の増大というものをですね、やはりしっかりしたもので、支えていくという国民の心がなきゃいけないと、まあ、そういうふうに思うわけでありますし、これから防衛産業と国のつながりというものは大変強くなっていくと思いますから、やはりそういう中で企業の研究をしていくというのは私は正当ではないかと、正当ではないと、まあ、そういう認識で提案をさせていただいているわけでございます。それから第2に、まあ、3つありますけれども、私はもう一つはですね、郷原先生がこの本で大変分析をしていただいておりますけれども、広島のですね、新人議員に1億5000万の政治資金がもたらされたということでありますが、結果的には国会議員がですね、選挙違反に問われてしまったと、こういうことがあります。そしてまた新潟の話がありましたけれども、候補者にですね、2、3000万円の選挙費用なんでしょうか、出しなさいよというような要請をして、まあ、話題になって、しまいました。そしてまた最近は足立区長選でですね、国会議員がお金を配ったんではないかと、まあ、そういうことでどういうために困ったのか、まあ、こういうことも今すでに話題になってきているわけなので、その対策をいろいろ私も拝見をして、やはり、政治資金報告書というものがありますけれども、1年に1回ですね、これはやはりお金というのは年がら年中出入りがあるわけでありますから、せめて半年に1回しっかり報告書を出していただいて、そして政治活動資金であるのか、あるいは選挙資金なのかというものを台帳でしっかりと書き込んでですね、そして国会議員の事務所でいつ質問されてもしっかりお金の人は言えるような、そういう体制にして、1年に1回というのを半年にせめて1回ということでですね、しっかり台帳を作ってくる、まあ、こういうことで、やれるんではないかということで、これは郷原先生が少しお話があろうかと思いますので、そのぐらいにさせていただきまして、3番目につきましては、先ほど家内も話をしておりましたけれども、候補者の非選挙区ですね、立候補のされる方々については今選挙権というのはどんどん下がってきておりますから、せめて5歳ぐらいですね、国会もあるいは特に地方議員を身近な選挙でありますから、20歳になったら立候補できるというぐらいの
対策をしていただきたいと思っておりますし、まあ、幸い、国会の方もですね、当分は選挙がないようでありますから、国会議員の衆議院参議院のですね、年齢を今何とか頑張ってもらって下げて、そして、投票率を上げていかなきゃいけないと、こういうふうに思ってます。 50% をですね、割るような選挙で選ばれるということは、なかなかその国民の意見を代表しておるということにならないと私は思っておりますので、その点を提案をさせていただきたいと思います。まあ、最後になりますが、やはり自分たちの国会議員のこの立法化でありますから、残念ながらですね、なかなか消極的になります。ですから、こういう時期に全党の皆さん方がやはり政治改革をしていこうじゃないかということを前頭でですね、まず国会議員の皆さん方が集まっていただいて、それでよし、政治改革をやっていこうということで各党が持ち寄って、ぜひですね、まず決議数決議をして各党の方々が集まってですね、ぜひ今こそ政治改革をやっていこうという、そういうことをですね、連携していこうということを決議をしていただいて、そして望んでいけばですね、やはり素晴らしい政治改革、民主主義を支える選挙制度、あるいは政治改革が実行できるのではないかと思っています。私も国会議員を長年務めさせていただいたわけでありますが、やはりなかなかですね、自分にとって本当に有利かな、どうかなということで先に進まないというジレンマがあったわけでありますけれども、やはり今やってくれている国会議員が集まって全党で今こそ政治改革をやろうじゃないかと、まあ、そういう機運を持ち上げていただいて、政治が身近な国民のものになるように願っている次第でございます。どうもご清聴ありがとうございました。ご発声中にお願いします。ありがとうございました。田中の元防衛大臣からです。どうぞそのまま座ってください。それではお二方の提言も含めてですね、それを受け止める形で改めて、元検事現在弁護士であります郷原信夫先生から、お話をしていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。ご紹介いただきました郷原です。よろしくお願いいたします。今回私が今年出した著書を読んでいただいたことを契機にですね、田中直樹先生からお呼びいただきまして、いろいろ議論をさせていただきました。そういうご意見を受けた形で、今日ちょっと私なりのですね、今の政治資金問題について、まあ、歴史的な観点も含めて何が問題なのかということをちょっと整理してお話をしたいと思います。お配りしている資料、これから使いますパワーポイントを印刷したものと、それと今非常に関心が高いこの政治資金パーティー問題について、昨日私プレゼントオンラインに、こういう、ちょっとした記事を出しました。ここで書いていることが、この政治資金パーティー問題について、裏側問題について私が言いたいことが書いております。詳しいことは私はお読みください。むしろここでは政治資金の一般的なお話と、そして今回の政治資金パーティー問題でも、そのうち唖然とするような事態になるということを私は今予測しています。実は政治資金規正法、ザル法と言われますけど、そのザルの真ん中に大穴があります。今回はその大穴に落ち込んでしまうんじゃないかと、まあ、裏金という悪事がですね、といったところについて、まあ、一般論を踏まえてお話をしてみたいと思います。最初にですね、タイトルにですね、政治資金規正の原点に立ち返るって書いてますが、これは牧子先生から出た言葉でして、いやこれ大変いいこと言ってくださるなと思って、それを受けて私は政治資金規正法の歴史も少し今回ちょっと勉強してみました。残念ながら先ほどの話でこの原点の話が出てきませんで、これから言います。ということで何が原点なのかというところを
最初のスライドから最初のスライドはですね、私はなぜここで政治資金の問題についてお話をしているのかということについてのちょっと流してください。これまでの経歴の中でですね、私は検事時代の90年代から政治資金規正法の罰則を相当積極的に活用して捜査をしてきました。警察捜査をしてきました。その中で何がどう使えないのかということは痛感してきたつもりです、ということと、その後弁護士になってから検察の捜査をいろんな観点から批判してきました。陸残会事件などもそうです、そういうこと。そしてその後民主党政権時代に総務省顧問コンプライアンス室長としていろいろ選挙関係の話も関わりました。選挙部副長などもいろいろ話をしました。ということを踏まえてですね、いろいろ今日のお話をしていきたいと思います。次のスライドお願いします。政治資金規正法が制定されたのは昭和23年です。実はですね、この政治資金規正法というのは終戦直後に政党法を制定しようとする議論の中から生まれたものです。当時その政党法をまず作ろうということで始まったんですが、 GHQ の方から、やっぱりアメリカ的な発想からすると政治腐敗防止のための法律が重要なんだという指摘があって、途中からその立法がそちらの方に変わったらしいんですね。ただそこにやはりその政治資金について公開性というのが重要なんだ、政治資金を公開さえすれば全てがうまくいくんだというような考え方もあって、その法律の名前が政治腐敗防止法から政治資金規制法、しかも性が正しいです、規制するじゃなくて正しいという法律に変わった、それが政治資金規制法の生まれたところです。この時の政治資金規正法というのは、規制という面では非常に緩いものであった。とにかく政治資金収支報告書を作成提出するということを義務付けてはいたんですが、規制の面では非常に緩かった。ただこの時ですね、先ほど直木先生のお話もありましたけども、今収支報告書は年1回提出です。この時は年3回提出だったんです。そういうもっとこう短期間で政治資金の収支を報告すべきだという考え方はすでにですね、この時点であったわけです。でただ規制としては非常に緩いものであった間に、その後昭電疑惑、造船疑惑などの、疑惑事件が相次ぎ、国民からですね、政治不安に対する批判がたびたび行われるようになった。その中で政治資金規正法をもっと強化すべきだと、政治腐敗を防止すべきだという、そういう要求は高まって、1961年に第一次選挙制度審議会というのを発足します。これこの後もお話ししますけども、選挙制度審議会というのは非常に重要な存在だったと思います。これは国会議員も含めて民間人と国会議員とで選挙制度を審議する、そういう機関です。で設置法は今でも生きてるんですけども、残念ながらもう30年間ほとんど休眠状態です。この選挙制度審議会というのが、その後第1次、第2次、第3次、第4次と第5次と開かれて、第5次選挙制度審議会が非常に重要な提言をします。その第5次選挙制度審議会の答申がベースになって、昭和50年1975年にようやく政治資金規正法が改正され、そこでですね、いろんな寄付の制限とか量的制限、質的制限などが導入されるわけです。そのきっかけになったのが、くしくも田中金脈問題です。それまではいろんなことを言ってですね、自民党サイドが政治資金規正法の強化改正をなんとかすり抜けてたんですが、とうとう田中金脈問題で三木首相が登場し、政治資金規正法の強化が実現したという経過があります。でこの時の、結局の第5次選挙制度審議会の答申に基づいて、政治資金規正法の改正が実現したんですが、ここでやはり
強く求められたのが、先ほど直樹先生がおっしゃってました、会社労働組合その他の団体が選挙または政党活動に関し寄付をすることは禁止すべきであるという考え方です。このことからずっと一貫して政治資金制度の改正のベースにはこれがあるんですね。そのことはやはり忘れてはならないんじゃないかという気がいたします。そしてもう一つ、この歴史の中で2枚目をお願いします。その後1980年にロッキード・ダグラス・グラマン事件を受けての政治倫理の確立ということが求められて大きな改正が行われます。この時の改正は、政治資金が個人の資産になる、そのことの弊害が非常に強く指摘されて、この時のさまざまな事件から政治資金と個人の資金を何とかして区別させようという考え方が非常に強く打ち出された改正が、この80年の政治資金規制法の改正でした。でそこで指定団体制度とか保有金制度というのが導入されるんですが、これが全くですね、抜け穴だらけでほとんど機能しなかった。で結局その後リクルート事件を契機に政治に対する不信がさらに一層高まったことを受けて、94年に政治改革4法が成立し、この際に政治資金規制法も大改革されて、ほぼ今の政治資金規制法の枠組みが出来上がるわけです。でそこで先ほどもありましたですね、企業団体献金の禁止というようなことが打ち出されながら、それがその政党に対しては企業団体献金を行ってもいいということになって、その政党に支部が含まれるということがほとんど審議会になってしまった。で残念なことに、これは全く未完の状態で、全然これではですね、本当の政治資金規制法の改正の理念というのは実現できないものだったんです。でそれともう一つ重要なことは、政治資金規制法を制定するときに行われようとしていた政党法の改正という議論がほとんど行われないで、政党のガバナンスについての法律もなく、政治資金の規制も不十分なまま、政党助成金という公金を政党に交付するという制度を導入するという、まあ、今から思うと本当にとんでもない改正が行われたということだと思います。ですから当然この改正はその後の運用の中で見直していかなければいけなかったはずです。ところがこの時を最後に選挙制度審議会というのは全く開かれてない。でこの最後の選挙制度審議会、これは第8位だったと思いますが、この時はですね、国会議員が入ってないんです、選挙制度審議会。ですから単に民間の人たちを集めて一応ご意見をお聞きしたという程度のほとんど意味のないものになってしまって、あとは政治だけで決めてしまったんですね、この政治改革4法というのは。今回、まあ後でお話しするその本当にこの機会に、この政治資金パーティー問題の裏金問題で、国民の不信がさらに一気に高まっている状況で、抜本的な政治資金の制度改革をすべきだと私は思います。しかし、それは、先ほどおっしゃってたですね、政治家の側からは、もう政治の側から自浄作用を発揮しよう、みんなで厳しい制度にしていこうというのが理想なんですが、私はそれはちょっと無理だと思います。やはり国民の声を受けて、政治が民間とせいぜいそこに国会議員が少し混じってるぐらいの場を作って、民間主導で本当に厳しい政治審議制度に変えていかなきゃいけないと私は思います。まあ、そういったところがですね、これまでの経過でして、要するに、まずこの原点に立ち返ってみると何が言えるかというと、政党法の重要性を改めて見直そうじゃないかと、原点はそこにあるわけです。そして政治資金というのは、政治資金規制法の一条に書いてあるのは、政治資金というのは基本的に常財なんだ、それ自体が汚い金ではないんだという理念が強調されています。で確かに本当に理想的なのは、政治資金は常財で、そしてそれを公開していけば、すべて透明な正しい政治資金のやり取りが行われる、これ理想です。
しかしそこには必ずですね、公開といってもそこに抜け穴があり、よくわからないことがあり、そこで政治腐敗が起きるんですね。ですから政治資金の公開と政治腐敗の防止、これは必ずこの2つをバランスを取っていかないといけない。そのバランスが十分に機能してないために、もう断るごとに細かな政治資金、政治と金問題が表面化して、そしてその時にだけ一時的に政治家が叩かれるんですけど、根本的に何が問題なのかということに目が向かない状態になってしまっているというのがこれまでの経過なんじゃないかと思います。そして先ほどから言ってますように、やはり抜本的な政治資金の改革のためには民間の力が絶対必要です。残念ながら30年間政治選挙制度審議会が開かれなかった、政治資金をめぐる議論すらほとんど行われなかった。その間にこの分野の専門家もほとんどいなくなってしまいました。で、昭和30年代ぐらいまではジュリストにもうどんどん出てくるんですよ、この議論が。法律だし、ジュリストにも。ところが90年代以降ほとんどありません。なぜかというと議論の場がないから、研究者にとってやっても意味がないんですね、この分野というのは。これからその分野の議論をゼロから作っていかないといけないんじゃないかと思います。まあ、ということで、大きな枠組みとして議論していかないといけないことは、企業団体献金の廃止であり、そして30年間ほとんど政治資金規正法をいじってこなかったために、大きな穴、大きな抜け穴、そういったものがそこら中にまだ転がっています。そういう政治資金規正法の弱点を認識して、弱いところを正していくということが必要なんじゃないかと思います。で、その先ほどから言っている大穴の問題なんですが、それはまずこういうことです。今まさに政治資金パーティー問題、裏金問題で問題になってますですね。派閥からノルマを超えた政治資金パーティーの販売した代金をキックバックしてもらったり、そのまんまその訴え金額が手元に流行して裏金になっているという話があるんですが、ここで問題になっているのは裏金です。表に出さない金。表に出さない金というのは、本来の政治資金規正法の趣旨からすると最もですね、その目的に反するお金です。公開性の原則に反しているわけです。で、一体どういう目的でやり取りしているかもわからない、まさに汚い金そのものです。ところが現行の政治資金規正法の制度の下では、議員個人が裏金をもらった場合、それが発覚した、まあ、今も問題になってます。なんか官房長官もかなりまとまったお金をもらったんじゃないかということを疑われて答弁ができない状態になっているわけですけども、そういうですね、議員個人がもらった裏金について政治資金規正法違反で処罰できるかというと、実務的には処罰できません。基本的にできないと考えた方がいいと思います。なぜかというと、ここに書いてあるようにですね、国会議員には通常資金管理団体も複数あり、政党支部があります。財布がたくさんあります。一人の政治家に裏金というのは表に出さない、処理をしない前提でもらってるわけですから、そのお金がその国会議員政治家の手元にとどまっている限り、どこの財布に入るべきものかは分かりません。ですから、それが仮に検察の捜査で突き止められたとしても、どこの政治団体の収支報告書の不記載か、あるいは虚偽記入か特定できません。ということは非議事実、犯罪事実が書けませんから、刑事事件になりません。本来最も悪質な政治資金規正法上処罰の必要性が最も高い裏金、まとまった裏金が裏金を受け取ったということだけでは処罰の対象にならない。これがザル法の真ん中に空いた
大穴なんです。このことを私はもうずっと前からですね、あの陸山会事例のことからずっと指摘をしてきました。でこの本の第2章を書きました。どうやってその穴を塞ぐのかというのも書きました。しかし残念ながらあまりに世の中の人の常識に反するので、それを言ってもですね、嘘でしょ、そんなバカなということで一緒に塞がれてしまう。だから今もですね、皆さんご覧になる新聞記事で裏金をもらった議員たちは収支報告書にも記載していないということで政治資金規正法の疑いがあると書かれています。でも実際にはそういうことなんです。これからもし本当にこれは処罰すべきだというぐらいの金額の裏金の存在が明らかになったとき、初めてこの問題、この法律問題に膨着するということになると思います。そしてもう一つの、これある意味では根本的な問題なんですが、先ほど、1980年の政治資金規正法改正が目指したのが、政治資金と個人の資金の区別だったということを申しました。ところが残念ながら、この導入した、保有金制度などもほとんど機能しないまま、政治が個人がなんとなくその政治の金をですね、自分のものにしてしまうということが全く防止できなかった。でこれが端的にですね、元総理大臣の口で語られたのがこの桜を見る会問題の時のこの安倍元首相のあと記者会見でしたと国会答弁でした。この時安倍首相は桜を見る会前夜会前夜祭で地元有権者に、まあ、そういう前夜祭の主食を振る舞ったということで寄付の疑いをかけられました。そして差額がある程度出てきたということは結局検察捜査の結果否定できなくなった。でそうなるとその一体どこからその差額が出たのかということが問題になるわけですね。でその時に安倍元首相が説明したのが、安倍事務所では個人の預金から一定金額を事務所が預かって、その個人的な支出についても支払いをし、で個人の預金から後援会が主催するその後援会が主催する行事などを政治資金の方にも回してて、最終的に政治資金の処理をするときに振り分けるんだという説明をしたわけです。おそらくこれは多くの政治家の場では行われていることだろうと思います。政治の金と個人の金を事務所で一括して管理して、最終的にどっちの金かということを収支報告書の提出の時に判断して振り分ける、こういうことを当たり前にやっているということをこの時この答弁の中で安倍元首相が言ったわけです。なんでそういうことを言ったかというと、おそらくそういう説明をして、その説明と同時にこのもっぱら政治上の主義または施策を普及されたするために行う講演会その他の政治教育のための裏金で集会に関し必要やむを得ない実費の保障であれば公職選挙法に違反しないということで、なんとかギリギリ詰め入れようとしたということです。まあ、そちらの方も疑問があるんですが、根本的にですね、総理大臣に8年以上もその座についてた人が個人の金と政治の金は事務所で一括して管理させたということを公言しても何も問題にならない。これが本当残念ながらこの国の政治の現状なのかという、本当に愕然としました。まあ、ということでおそらく同じような処理が行われていて、これまでも例えば河合事件でですね、この選挙のために出したお金なのか政治資金なのか個人の資金なのか、これはいろんな説明が可能なんで、その時その時に処理されていないんで、後から領収書を作ってやり取りをして説明をするということでもこれまで許されてきたんですね。それが裏金のやり取りが行われても処罰されないという現状と相まって、政治資金を思いっきり不透明にしてきたというのが現状なんじゃないかと思います。ということで
この政治資金の制度の大穴を塞ぐための提案、私2つ提案したいと思います。1つは国会議員が多数の財布を持っていること自体、これをやめてもらうことはできないと思います。ですからその財布全部をまとめる大きな袋のようなものを作って、総括収支報告書という制度を作って、一人の少なくとも国会議員から政治家に関してはその総括収支報告書に記載を義務付ける。ですからもらった時点ではまだどこの政治団体に記録するかがはっきりさせられないお金も中にはあったとしても、その総括収支報告書というものの記載義務に反しているということになれば、それだけで収支報告書の虚偽記入に問えるようにするということです。まず、企業で言えば連結決算というような考え方です。これが一つ。それと政治資金規正法は会計帳簿の作成保存を義務付けています。本来であればお金が出たり入ったりしたときには会計帳簿に記載しなければいけないはずなんですが、実際にはほとんどそれが尻抜けになっていて、先ほど他の申し上げているように政治資金のその年に1回処理をするときに振り分けるということが平然と行われてきている。しかし今年の10月にインボイス制度が導入され、中小企業でもインボイスでちゃんと電子データで管理するようなことが必要になっているわけです。いまだに国会議員がそういうその収入をリアルタイムで処理していないなんていう、そういうことが何で許されるのか。これは政治の金に関してはデータの作成日が記録されたデジタルデータを保存し、公開に求められたらそのデジタルデータを提出しないといけないと、というような処理の仕方を義務付けることという方向で制度改正すれば、今までのようなどんぶり勘定のようないい加減なことはできなくなります。この2つを実現することによって、これまでのような裏金に対する本当にぬるい政治資金規正法を根本的に是正できるんじゃないか。そしてそういう明らかに政治家にとって国会議員にとってやりたくない制度改正を政治だけに委ねているわけにはいかないと思います。国会の手に委ねているわけにはいかないと思います。私はこの際、選挙制度審議会を復活させ、有識者を集め、そこに国会議員の代表も入れて抜本改正に向けての議論をすべきだと思います。以上です。ありがとうございました。時間も押してまいりましたが、質問を受けたいと思っております。挙手をしてお名前だけ誠に恐縮ですが、言っていただきたいと思います。ただし、今お話をされた以外の話は私受け付けませんのでご理解をいただきたいと思います。切りがなくなってしまいますので、この点についてはご容赦をお願いいたします。どうぞ。はい、郷原先生、橋本です。郷原先生、総括収支報告書というね、いろんな政治団体、政党支部とか文書交通滞在費とか、それから審議会、管理団体もこれ非課税になってますからね、こういったものを全部まとめて、パーティー機もそうですけども一括処理するっていうものが、一つの法人税の扱いみたいなもんで、全ての収入の一つの中に入れてね、そこは法人と違うのは法人税はそこで課税をするんです。ただここは課税はされてないんだよね。だからこの課税をするということについてはどういうふうにお考えになってもらえますか。今私が申し上げたのはよろしいですか。課税の問題じゃなくて、あくまで政治資金収支報告書の記載の問題です。今はどこに記録するかがわからないお金は、そもそも収支報告書の記載義務自体がそもそもかねできないんで、それを
記載義務を生じさせるために総括収支報告書というのを提出を義務付けて、その政治家個人に関連する収入は全てそこに記載するということにするということです。で、確かにその税金との関係の問題もあります。中にはその入ってきたお金をですね、個人的な用途に使っちゃったりする人も中にはいるかもしれません。それは個人の所得になります。その部分は政治の金は基本的に非課税ですけども、個人的な用途に回した分はこれは税務署に個人の所得として申告してもらわないといけないということになると思います。まあ、あの税との関係ではそういうことになります。まあ、あのおっしゃるとおり分かるんですけど、あのただ報告するのと課税されるのではね、ちょっと意味が違うと思うんですよ。まあ、我々はみんな課税されていると、インボイスが与えられてマイナンバーで把握されて、もう本当に、逃げられない状況になっているわけですね。ところが政治家さんだけは別に総括やったとしても逃げられちゃうんじゃないかなって恐れがあるので、まあ、課税までやって厳格にやってもらえればインボイスがなくなるだろうし、マイナンバーなくなるかもしれないという、ちょっと淡いと思います。政治の金っていうのはどこまでの範囲なのか、どこからが個人の金なのかっていう区別が難しいために、なかなかその政治家に対する脱税というのは、脱税的圧っていうのはやりにくいということがあるんですが、まあ、それはそれで別にして、政治資金規正法による罰則適用っていう観点から考えて、今その総括報告書を義務付けるということを提案しているものです。はい、ありがとうございます。他に議員の方は大丈夫でしょうか。はい、島田君。あ、ごめんなさい、この次に申し訳ないです。あの大原先生に伺いたいんですけど、あのどこに帰属するかわからないけれども、あの最終的にはどこかには記載しなくちゃいけないわけじゃないですか。で、記載が遅れたということについて、あの処罰対象にするとかっていうことは考えられない。例えば現時点ではどこに記録するかわからないけども、結局その政治家の義務として訂正っていう形でどこかに記載しないといけないじゃないかと、そういうことですか。だから結局それは遅れたりすぎないと、まあ行為時点で収支報告書の提出時期の時点では特定されてなかったわけですから、特定されてないということは犯罪事実として確定することは難しいと思うんですね、その時点では。ただ事後的に収支の公開という面で言えば、闇献金もちゃんと表に出さないといけないというのが政治資金規正法上の要請ですから、遅れてでもどこかに資金管理団体とか支部とかそこに計上してもらう必要はあると思います。ただそこで訂正をして計上したからといって、資金管理団体の収支報告書を訂正したからといって、もともとじゃあ資金管理団体に帰属してたかというと、裏金は裏金ですから帰属してたとは言えないと思うんですね。ですから罰則的にはやはり難しいということになります。はい、あのよく あるパターンは後から直したから、いいなみたいな言い訳をしますけど、それもやっぱり現行法上はしょうがない。だから逆に後から直したからといって、当初から帰属が明らかになり犯罪になるわけではないということ。まあ、検察が考えていることの一つとして、ひょっとするとですね、今言われたようなどっかに帰属すべきだろうと、どっか訂正しようと、資金管理団体が知るかといって訂正させて、だから最初からここに、記載すべきだったんだということで、犯罪事実を、まあ、仕立て上げるというやり方も考えられます。これはちょっと金丸事件、金丸5億円事件の時に上申書決着というのが大変な批判を受けた、それと同じようなやり方ですね。まあ、話をつけて議員側と取引をしてこの辺で収めてもらうということで、そういうやり方をすることは考えられますが、これは本来のその処罰じゃないしですね、単なる取引ですよね。そんなことに頼ってなんじゃダメだと思います。はい、どうぞお名前を言ってください、所属とか。ありがとうございます。ネットメディアのビデオニュースドットコムの人口を取ります。まず、大原先生でしょう。一連のですね、政治資金規正法の改正の歴史のようなものを先ほど振り返ったんですが、今おっしゃったようなね、大原さんがよく言う、ざる法ならぬざるの学びの大きな
穴が開いているままの状態、これはそもそも、ちょっと言い方変かもしれないですけど、意図的にそのような穴が作られたのか、一応善意で法律を改正していったんだけど、なんだかんだいろいろと見つけてきて、そこに穴が あることになって、結果的になってしまったのか、つまり意図的な欠陥なのか、結果的な欠陥なのかというのが一点と、それからぜひ、田中真彦さんにお伺いしたいんですけどね、今回の件というのは、正式施行というのは、特にロッキード事件で、その企業団体返金というのを、企業の影響力というのをその、抑えないといけないということで、企業団体返金というのを禁止する方向でいったのに、パーティー券というのは、これ、今、裏金問題のほうに大きな焦点に行ってますけれども、やはり企業が、大量のパーティー券を買っていて、実際に政治に対して影響力を持ってしまっている。これは当然のことながら、いろいろな政策、経済政策、産業政策に当然影響する可能性があるんですよね。それで、あれだけのことがあって、いまだに企業がこのような影響力を行使する道があるということについて、もし、真彦さんの何か思いがあれば、ぜひお願いいたします。じゃあ、ちょっと先の先生の方から。おそらくですね、意図的にそういう抜け道を作ったんじゃないんだろうと思うんですね。さっきの80年改正の時の保有金制度とか指定団体制度とか、これ明らかにもう最初から抜け道が指摘されてました。でもこの座の方の真ん中の大穴の話は、実態がどんどんそうなっていって、しかもこんな大規模な裏金が明らかになって、それを処罰しようと思ったけどできなかったという問題が顕在化することが今まであまりなかったんです。政治資金規正法というもの自体もあまり検察が積極的に昔は使おうとしてなかったことがあって、ということなんで今まで問題が顕在化しなかった。実態がどんどんそうなってて、実際には使えない状態になっていることに気がつかなかったというのがおそらく実態だろうと思います。質問に正確に答えできるかどうか分かりませんけど、政治資金規正法とロッキード事件ということかもしれませんが、ロッキード事件は外為名法違反という形で逮捕三木さんがしたわけですけど、その証拠が何もないんですよね。そしてもう皆さんお忘れかもしれませんけど、三審制度の中で控訴審第二審理事じゃなくなったんです。その結果何も証拠がないまま二審まで行って控訴棄却という形で終わっています。控訴棄却という漢字がいろいろあって、この事件が二審で蹴られて棄却されたんではない、この公な訴訟はなかったという判決が出ているんです。そういう控訴棄却なんです。したがって今一般における政治資金の問題は、我々一般の議員さん、現職の議員さん、過去の議員さんですね、それらの問題について大原先生は今詳しくおっしゃったときに理解しています。ね、よろしいですね。はい、他にありますか。じゃあ篠原先生、大原さんという場合で篠原になります。その提言の部分ですよね。簡単に言うと総括化って書いてありますけど、要するに政治資金と政治の金はたった一つの口座で持って、それでみんな明らかにすればいいという、そういうことでよろしいんですけど、それであとはどれだけ使うか、どこまできちんと明らかに、それでみんなデータ化して全部どこに使ったか明らかにすればいい。ただそれだけじゃできなくて、そっちの部分はやっぱりプライベートなものもありますし、ある程度今議員報酬ということでもらってる分ですね、その分のところのは何もしなくていい。それはちょっと2つに分ければそれで済むような気がしますし、小原さんの言ってられることはそういうことではないかなという気がするんですが、いかがですか。すべて銀行口座を特定してそこに集約すれば済む話じゃないかという話ですよね。確かにその現金で受け取るということ自体を完全に禁止してしまえば、問題のかなりの部分は解決するんだろうと。ただやはり多くの政治団体を持っているという状態ですね。それぞれにお金の出入りがあるということ自体を直ちにやめてしまうことができるのかどうか、それから現金のやり取りというものを直ちに全てやめることができるのかということを考えると、私はちょっとその政治のそこのところの実用が
面接よくわからないんですけども、そんな簡単なことじゃないんじゃないかなという気もしないではないんですけど、私はそんな難しくなくて、一つにしてですね、さっきのそんなにお金があるでしょうというので、その部分は何もしないで、今議員報酬ですね、そっちの方は何も使わないで、そちらをいくらにするかというのはあると思います。そちらはそちらで使えばいいでしょう、だけども政治に関わるのは一つにして、とそれできると思います。ところが知らないから手がつかないかしてますけど、だから一本化したって何の苦もないです。そういうふうに峻別していくのが本当は理想なんです。でもなんでこんな問題が起きてくるのかということなんですね。それじゃだからそうじゃない実態があって、そうじゃない実態はやっぱり処罰の対象にしないといけないっていうことじゃないかと思うんですよ。不透明なお金の流れは、その不透明なお金の流れがこういう全く法目的に反するような形でやり取りされたときに、そういうときに既存がはっきりしたんですね。大体裏のお金が、それをなくしてしまうことができるんだったら、もともとこんなこと悩まなくていいんですけども、実際に現実にそういうことが起きてるんじゃないかと、それをどうするかっていう話だと思うんです。こんなこれだけじゃなくて他の制度改正です。なんか大事件が起きた時にやるんですよ、事件が起きた時に、それをこの政治資金についてはしてこなかっただけで、今こういうことが起こったらですね、パーティー券なんかあんな返事くらいのあるからいけない、あれもみんな禁止してきちんと何百万でも寄付する人は寄付すればいいんです。それを明らかにすればいいんです。でそれを社会的貢献だという人がいるから、社会的貢献どんだけしてるかというのを明らかにすればいいんで、例えば環境団体にいっぱい寄付すると、それは立派な企業だというふうになって、この政治家に寄付している人が立派かどうかというのは、まあ、その人の政治活動を見て判断すればいいんで、それで僕はそんな簡単な、そんな難しいことじゃなくて、それでやればいいんだと思うんですけど、政治資金規正法の制定の時にですね、政治資金の収支を公開することを徹底していけば問題は全て解決するということを言ってたのが宮沢俊義先生ってい もう憲法の大先生ですね。その先生の発想が政治資金規正法の正しいという言葉の発想なんですね。ところがそれは現実にはそうじゃなくて、いろんなその問題が政治ファイルという形で顕在化してくるということに対してどうするのかっていうことが問題になって、その都度その都度いろんな付き合い的な改正が、まあ、結果的に最近行われてきた。でもやはりその理念には沿わない実態っていうものをどうするかっていうことが現実に問題になっていることは間違いないと思うんですね。本当はこうしてしまえばもう済むじゃないかと、それはもうあくまで理想だと思うんですね。現実に発生する問題にどう対応するかっていうことも考えていかないといけないんじゃないかと私は思います。はい、ありがとうございます。もう時間も限られてますので、あと1問ということでお許しいただきたいと思います。どうぞ。すみません、新潟日報の海瀬と申します。田中真紀子さんにお伺いします。今日、このタイミングで会見された理由に関わる部分なんですけれども、最初のお話を伺っていると、もともとお考えのところ、問題意識をお持ちのところお話になっているような印象を受けたんですが、それを今日このタイミングでこの会見を開いて発信しようというのは、やはりその昨今のこの政治資金の問題を受けてということなんでしょうか。それとも12月16日の角栄さんの没後30年になろうかと思うんですが、その辺を睨んでたことなんでしょうか。はい、父の没後30年こと今月、ごめんなさい、ありがとうございます。19日、命日ですけども、そういうことは関係ありませんで、冒頭申しましたように、私ずっと友達なんかと話してきてもそうですし、それから報道を見ていましてもね、本当に主権残民であるのに、主権者たる、新憲法の下の主権者たる国民が、みんな選挙したくないと。それから一番多いのはですね、自民党が今の起こっている問題にしても何ともね、けしからんとお金の問題にしても、何しろも天下りも何も役人じゃなくて、子どもたちの何でしたっけ、息子が青春で出るとかね、もう自民党は大嫌いだと、絶対投票しないというのに、しかし野党がだらしないから、野党がある程度たらくだから、やっぱり自民党に出る、これがダメなんですよ。私、何党の応援なんかしてもいませんよ。やっぱりね、野党を育てるのは国民なんです。それが自分のためなんです。
主権者がね、野党にね、持ってやってもらったり、主人も私も野党の時に閣僚やりましたけどね、閣僚は皆さんよく頭がいいんですけどね、経験がないんですよ。企業でやってみたらね、東社員か課長ぐらいです。しかし自民党はね、もう戦後ずっとになってきてますから、70数年。自民党はいろんなノウハウがあるんですよ、外交においても、役人との使い方、お金の使い方、その他、役所との付き合い方、いろんなノウハウがあって、ね、社長や専務並みなんですよ。だから、基本的なところと思って、ひっくり返っちゃう野党が。そうすると、ほら、やっぱり野党はダメ、やっぱり自民党ねって国民が考え方を変えて、マインドセットアップを変えてですね、野党にやらずに、優れてもまたやって、もっと教える、鍛えて、立派な第二政党を作りませんかということです。政権交代すればね、治安感とバランスが効くんですよ。有権者が結局最後は自民党っていうのに聞くと私がっかりします。みんな私の周り友達も言いますよ、結局野党がだらしない、育てないからですよ。野党を育てましょうよ、しっかりしてもらいましょうよ。それが我々のためになるんですから、風通しを良くしたいと思います。ですから今日のこの会も私が1年がかりで起こってたまたま今これ一番こう問題が起こっている日にバッチリぶつかってしまいましたけれども、これを空砲打ち上げ花火にする気はありません。朝日の藤田さんがちょうど起きてるか提言してくださったんですけれども、これをちゃんとまとめてですね、皆様の意見、我々の意見まとめて各政党に出します。そしてそれを新聞社メディアがですね、報道してください。この政党はこんなこと言ってると、我々が立候補の時に NHK で3分間政見放送しますよ。いいことだけ言ってないんですから、そんなもんじゃない、厳しい話をですね、ちゃんと質問状で出します。空砲にしません、この会。せっかく皆さんも出してですから、我々本気なんですから、よくしたいんですよ。いい政治、やっぱ日本はすごいなと思われるようにしましょうよ。それじゃね、有権者が頑張らなきゃダメなんですから、必ずまとめて公表いたします。ございました。多くの議論が出ました。通年国会にすべきではないかとか、世襲そのものは防ぐことはできませんが、委員の申し合わせなどを通じてですね、県外でやるとか、あるいは立ち演説会は必ずやる、あるいはまた、選挙権、非選挙権の年齢引き下げ、あるいは政治資金収支報告を半年に1回ぐらいやるとか、あるいは一括方式で一団体しかないとか、そういうさまざまな提案が出てまいりました。必ず皆様からいただいたご意見も踏まえてですね、私たちも整理をして、しかるべきところに届け、そして今最後に田中真紀子先生が言われました、我慢をすることも大事だと、野党を育てるというですね、そういうお話もですね、しっかり受け止めながら、次なるステップを進めていきたいと思います。本日はご協力いただきまして、誠にありがとうございました。ありがとうございます。